橋本の即引退スペシャルはブッカーを外部のクリエイターを起用し大成功興行を盛り上げる仕掛け話題作り筋書き台本作りストーリー創作プロレスのアングルを描くブッカーたちの正体とはこのチャンネルは毎週土曜午前10時に公開チャンネル登録・高評価よろしくお願いします スポーツの中にはそれぞれの競技統括団体によるランキング制度があるものがある例えばサッカーバレーボールテニスすべてを上げることはしないが他にもランキング制度のあるスポーツは数多い格闘技で言えばボクシングは主要4団体がそれぞれ階級別に順位をつけているまた大相撲の番付もランキングと言っていいだろう そして UFC やライズシュートなどにもランキング制が存在するだがプロレス界にはランキング制度はないその理由は全団体を統括する組織がないからだとも言えるが仮に1つの団体の中だけのことを考えたとしてもランキング制度をとっているところはないなぜプロレス界にランキング制度がないのかそれはプロレス界にランキング制度がないのか プロレスが純粋に選手個人の強さ弱さだけによって勝敗が決まる競技ではなく観客に対していかにすごいものを見せるかそれを最優先する興行だからであるそして興行であるならばそれを成立させるためには一定の段取りが決まっていなければならない今回はプロレスにおいて観客を引きつける 興業を成立させるための段取りの一つであるアングルやブックについて検証する話を始める前に言葉の定義をはっきりさせておきたいアングルは本来の英語の意味では角度であるだがプロレス界の因語としては興業を盛り上げるために必要な仕掛け話題作り筋書きや台本作り ストーリーリ創作という意味で長年使われてきたそしてブックとそれに似た言葉であるブッカーについてはファンマスコミあるいは団体関係者の中にさえ間違って理解している人もいるようだ「ブック」はアングルと同じ意味である台本は本来の英語では一般的にスクリプトやシナリオだが「ブック」を「 台本というう意味で使う場合もあるだがブッカーの方は実は「ブック」イコール「アングル」を作る人ではない英語の「ブック」には本という名詞だけでなく「予約する」「記録する」という動詞の意味もあるダブルブッキングという時の「ブック」であるこれに基づいてプロレス界におけるブッカーの本来の意味は「 ある団体に対して選手を手配する人物である例えばカール・ゴッチは新日本の創立期にブッカーを務めていたこれは当時の有名外国人選手は日本プロレスに確保されていたので他に誰か参戦してくれる選手はいないかとアントニオ猪木がゴッチに選手の斡旋を依頼したということである各工業の各試合の勝敗や 色々なリング内外での選手同士の因縁をゴッチが決めていたという意味では決してないではブックイコールアングルを作る人は正確には何と呼ぶべきだろうか流血の魔術最強の演技全てのプロレスはショーであるで知られるミスター高橋はそれをマッチメーカーと呼んでいるマッチメーカーは文字通り その日の興行の試合カードを決定する人という意味であると同時に、ブックイコールアングルを作る人という意味でもあると彼は言う。現在、我々が目にするプロレスに関する書籍やネットの記事においては、ブッカーという言葉はここまでに説明した2つの意味で使われている。 だからこの言葉を目にした時は文脈に応じてどちらの意味なのかを判断する必要があるだろうなおこの動画ではあえて「ブックイコールアングルを作る人」という意味で「ブッカー」を使うことにするプロレス界においてはアメリカメキシコ日本ドイツやイギリスなどのヨーロッパどこであれブックは大昔から存在していた。 例えばアントニオ猪木は自分でブックを考えて成功したり失敗したりしていた猪木が世間を巻き込んだ有名なアングルとしては1973年の新宿伊勢丹前襲撃事件と1983年の IWGP 決勝戦での下田し失神 KO 負けがある前者は大成功。 これによって無名の外国人タイガージェットシンは猪木のライバルとして飛躍し始めたそして後者は歴史に残る大失敗と言っていいだろうただいずれにせよこれらが起こった70年代や80年代には何となくそれらしきことを感じている人たちはいたとしても多くの一般のファンや視聴者が「 ブックとかアングルといった言葉や概念を強く意識することはなかったアングルの存在それが明らかになったのは1990年代後半のことであるこの時期アメリカでは WWE と WCW が月曜夜の視聴率戦争を繰り広げていた先に放送を開始していた WWE の「マンデー・ナイト・ロー」と同時刻に WCW が「マンデーナイトロ」の放送を開始96年6月からおよそ2年間は WCW が毎週勝ち続けていた WCW は1993年に副社長になったエリック・ビショフがハリウッド的な緻密なストーリーを導入しさらに1999年には舞台裏で本当に脚本担当をしていた放送作家の ビンス・ルッソーを WWF から引き抜くとルッソーは実際の役職そのままのキャラクターでリング上に登場したプロレスには脚本がある私がそれを書いているというわけである一方の WWE も1997年から社長であるビンス・マクマホンジュニアとストーンコールド・スティーブ・オースチンとの構想をはじめとする アティ,ティュード路線を展開しリング上での選手同士の戦いよりも喧嘩か越しでくだらなくて下品でエロくてハードコアという方向でのアングルあるいはスキットイコール寸劇に力を入れていくようになるさらに1999年には株式市場のナスダックに上場するにあたって事業内容を公開する必要がありここで アングルの存在を公式に認めたそしてこれらアメリカの2大団体の状況は衛星放送によって日本にも紹介されるようになり当時の日本のプロレス関係者たちはアングルの存在が明らかにされたということに大きな衝撃を受けたこの当時日本国内で他に先駆けてアングル作成に外部の脚本家を起用したのが FMW である FMW は1989年に大仁田敦によって旗揚げされたが1995年5月5日の川崎球場大会で大仁田は引退試合を行っておりその後元リングアナだった新井翔一社長による新体制となりリング場は冬木講堂が仕切っていた。 当時の FMW は衛星放送の d i r e c t v と業務提携することによって映像の重要度が増しエンターテインメント路線に大きくシフトしようとしていたそして FMW は早くから WWE マニアとして有名だった漫画家でタレントの杉作 J 太郎をブッカーとして招聘する杉作は週に三四回行われた アングル決定会議に出席しレスラー間の人間関係の把握に努めまずは地味な中堅選手に個性的なキャラクターを与えることから着手した例えば実力はあるもののスター選手としての花にかけ「永遠の2番手」と目されていた田中将人は「理不尽な権力に立ち向かう和製ストーンコールドに」といった具合であるさらに 早すぎたハッスルとでも呼ぶべきかわからせな草薙純といった人気セクシー女優たちを D バカし当時の WWE の18番でもあるアダルト路線の試合形式で歯医者ドレスハギマッチやブラパンティーマッチなどを敢行このように杉作は大仁田敦が離脱した後の FMW の新路線である。 エンタメプロレスを支えるために大きな役割を果たした彼はプロレス村の住民ではなかったので従来のブッカーでは思いつかないような自由な発想をアングルや試合形式に取り入れることができたさらに杉作は裏でアングルを作るだけでなくその個性的なキャラクターを生かしてディレク c t t v の中継番組の解説も担当し ヒールレスラーとの絡みも見せていたそんな杉作がアングルを主導した FMW は1999年11月25日横浜アリーナジャッジメントデイで一つの頂点を迎えたセミファイナルは田中雅人と冬木行動の放電金網敗者追放デスマッチメインイベントは WWE のスーパースター ショーン・マイケルズをレフェリーに迎えて行われた H ・ H 江崎 H 対ミススター・ガンノスケ超満員とはいかなかったがこの2つのカードで巨大な横浜アリーナに一応満員と呼べるほどには客を入れ PPV を成功させたのだから杉作の功績は称えられるべきであろうだがこのように順調だった FMW だが2000年3月 ディレクティビーが日本での事業を停止放映契約が途中で打ち切られたことによって経営が苦しくなり仕掛けの規模を縮小せざるを得ない状況になってしまった試合会場に巨大プロジェクターを設置してスキット映像を流しマネージャーやナレーターなどレスラー以外のキャストもブッキングしなければならないエンタメプロレスは 通常プロレスの何倍もの経費がかさんでしまう DirectTV の撤退によって FMW のエンタメプロレスは急激に失速していった一方この時期新日本も外部からのクリエーターをブッカーとして起用して大きな興行を打った2000年4月7日と10月9日に行われた2度の東京ドーム大会 この2大会のブッカーを務めたのは売れっ子放送作家の越智雅人だった4月7日の大会は8年半ぶりにゴールデンタイムで生中継された「ドーム衝撃ドームインパクト」という大会名を見てもピンとこないかもしれないだが「ワールドプロレスリングスペシャル橋本真也44歳」 小川直也に負けたら即引退スペシャルという番組名を聞けば「あああれか」と思い出す人もきっと多いだろう「負けたら即引退」という言葉のインパクトは大きかった橋本信也がメインイベントの勝敗に引退をかけたことで大きな話題を呼び瞬間最高視聴率は24%を突破して平均視聴率は15.7%を記録 会場の東京ドームには6万人超満員の観衆が詰めかけるという大ヒット興行となったちなみに当初のブックでは橋本の勝利によって引退回避となる予定だったしかしそれを聞かされた猪木が「そんな見え透いた結果にするな」と激怒試合直前の「鶴の一声」で橋本惨敗に変更されたという。 その後の橋本の行く末を考えるとやはりここでも「猪木に振り回される新日本」の伝統は生きていたといえそうだだがこの理不尽な結末が次の東京ドーム工業への最高の前振りとなった即引退スペシャルの成功に味を占めた新日本はわずか半年後の10月9日の東京ドーム大会において 同じく落ちシをブッカーとして今度は兄弟ネタで感動ドラマを繰り広げるる。ことになる橋本復帰を願って100万羽の鶴を追った兄弟がテレビ番組「スポコン」との連動タイアップでリングサイドに陣取り橋本の復帰に正当性を与える役割までになったのであるこの橋本を軸とした東京ドーム大会だけでなく 同時期の新日本では引退していた長州を引きずり出すために大仁田敦が仕掛けた真鍋アナとの大仁田劇場も話題となっておりこのままアングル重視のエンタメプロレスに向かうかとも思われただがもともとストロングスタイルを標榜している新日本がエンタメ路線に振り切ることはなくその後数年は猪木の意向もあって格闘技とクロスするようになった。 この間リング上で準プロレスとしてのまともなアングルが展開することはなく新日本は長い低迷期に入ることになったブッカーは人の意見を聞きすぎてはいけない独断的でなければならない新日本が好調だった80年代から90年代にかけては優秀か優秀でないかはさておくとして独断的なブッカーがいた。 新馬久司ミスター高橋長州力長島勝治上井文彦たちである彼らはブッカーとしてての権力を持っていた例えば90年代の闘魂三重師を中心とする時代であれば長島が考案する数々のアングルを現場で絶対的な権力と発言力を持つ長州が各選手に 無を言言わさず言い聞かせるるここととでで成功を収めることができたのだちなみに船木が2024年6月9日に公開した YouTube において「新日本では坂口誠二、藤波辰美、倍賞哲夫田中秀和リングアナなどもマッチメイクを行っていた」「レッスルワンではほとんどの選手がマッチメイクに関わった」などと証言している。 当時は一選手がアングルを持ち込むといった自分勝手な行動はほぼ許されなかったそんなことがまかり通っていたら80年代の藤波も長州も90年代の闘魂三銃士もきっと当時のような活躍はできなかっただろうだが新日本では 1> k 1との対抗戦を推進するなど格闘技と関わることに積極的だった上井文彦が2004年10月に退社してからは特定の誰かがブッカーととなななることはなくなったその後のマッチメイクは長野正弘や重心サンダーライガーと社内のマッチメイク委員会と称する数名の社員とで行われるようになったが合議制ではうまくいかなかった。 団体内で絶対的な権力を持たない者がブッカーになると筋書きの内容よりも各選手の意向が尊重されるようになってしまうこれでは全ての選手が平等にいい思いができるがただし強烈なインパクトはないアングルばかりになってしまうのだブッカーは先々のことを考えておかなければならない。 年間の興行スケジュールと照らし合わせてアングルの結末をどこの会場へ持っていくのかそしてハッピーエンドバッドエンドのどちらで終わらせるのかを決めるのもブッカーの重要な役割である毎回ベビーフェイスがヒールの宿敵を倒してハッピーエンドにしていたのではその後にストーリーがつながっていかない。 随所にバッドドエンをを挟み込むここととででで初めて観客ののの興味を次のシリーズまで引っ張ることができるがきだただしこのバッドエンドの回数が増えすぎると今度は後味の悪い興行が増えてしまって客足が鈍る可能性もある。チケットの売れ行きを見ながらいざとなれば即座に結末すら変えてしまえる柔軟性がここでも必要となってくる。 2024年6月もう長年にわたってイービル率いるハウス・オブ・トーチャーによるバッドエンドが多すぎる新日本はどうするつもりだろうか誰がどこでどんなブックを書いているのだろうとにかく何でも昭和が良かった平成が良かったとは言わないだが時代が進むにつれて 何をするにしても誰もが不快にならないように配慮しなければならないという考え方が強調されすぎているように私は感じるプロレスのアングルだけではないプロレスであれ他のどんなジャンルであれ現代はそのような意識が強すぎるから平凡で面白くないものが増えてきているような気がしてならないファンもファン以外も含めて みんながあっと驚くようなプロレスのアングル。時代は変わった。そんなものは、この先もう出てこないのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週土曜午前10時に公開。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。